正十代目嵐三右衛門10月23日から1980年7月17日は関西の歌舞伎役者。屋号は津の国屋。縄門は八角正のあざ。河右門は立花の三重根、ね、本名は大川実十一代目嵐三右衛門としても知られる。大阪生まれ。 はじめ三代目、中村梅翼門人で、明治四十五年大阪な庭座で、中村福一万こと武器を名乗って、初舞台。昭和四年、大阪中座、二人若間の、ひなずるで七代目、中村駒之助を襲名。昭和二十三年正月大阪中座復興、お年の、雪女五枚羽子板で大名跡、と、嵐三江門を襲名した。三衣門代々としては、 11代目のはずなのだが、本人は一貫して、10代目を称してはばからなかった。立派な風貌で人気を集めていたが、関西歌舞伎が衰退する中、昭和29年宝塚新芸座に移籍大衆演劇の世界に入る。ここでは、座頭として活躍。桂春ラや、昭福亭松之助ら若手落語家と舞台を共にしたこともある。昭和33年には、 宝塚映画に参加。その後歌舞伎の舞台に復帰した。主に二代目、中村元次郎の相方を務め、新獣天盲島、川章野田平や、梶原平蔵誉れ意識の飲み付けなどの脇役が好評だったが、往年の制裁はなかった。ありがとうございます。